アルカディルクセンブルクは、アメリカ合衆国の作曲家。モルドバ系アメリカ人である。旧ソ連のモルドバ、キシナウの音楽アカデミーで、ピアノ演奏、作曲、音楽理論の修士号を取得。モルドバ音楽アカデミー、モルドバ音楽大学、モルドバ音楽学校、サンディエゴ州立大学、メサカレッジ、カリフォルニアバレエ団、 デビット・イェリン教育大学など世界各地の様々な機関で講師、コンサートピアニスト、伴奏者として活躍している。彼の生徒の中にはオレグ・マイセンベルクやマーク・セルツァーなど世界的に有名な演奏家になった者も,もいる。音楽理論と火星に関するいくつかの作品を執筆している。アルカデは1967年に モルドバの年間最優秀作曲歌賞を受賞している。アメリカの作曲家ユニオンとアスキャップのメンバーでもある。代表的な公共曲の作品は以下の通り。シンフォニエッタ、弦楽のための公共曲、ピアノとオーケストラのための2つの競争曲、チェロとオーケストラのための競争曲、公共的幻想曲春のメロディーなど、ピアノソロの代表的な作品は以下の通り。 アクアエリー、ショスタコービチをしのんで、ガーシュインをしのんで、ソナタ、ソナチネ、ブルース、プレリュードなど。作品の大部分は録音されており、また、チェコ、スロバキア、旧ソ連、ルーマニア、ハンガリー、イスラエル、フランス、アメリカなどで定期的に出版され、演奏されている。1995年からは、カリフォルニア州サンディエゴに在住し、演奏家、 作曲家、講師としての活動を続けている。バリアスワークスフォーストリングス、ブラス、ウッド、ウィンズ、ボイスピアノ、クワイア、ポップジャズソングズ、ミュージックフォーシアターフィルムズ、アレクサンドル・プラミジラ・ザ・ドリーム・オブ・マイ・ライフ・ポストモク、パラダイス・バレー・バリエーションズ。ありがとうございます。